アコ、聞きたいことがあるんだけど。どうしたの？特待課のタヤフミオって子、知ってる？ああ、もちろん！天才ピアニストって有名だからね。星の宮でピアノやっている子なら知らない人はいないよ。絶対音感も持ってるって話だね。ちょっと、まあ別の意味でも変。天才だけど、そこも含めて面白い取材対象だよね。なになに？ひなちゃん気になる子がいるの？ライムたちにも教えてよ。別に、昨日の音楽室の前でちょっと話しただけだよ。ちなみに、白井ちゃんはどこまで知ってるの？タヤちゃんのこと。ピアノで特待課にいるってことと、あとは綺麗な音色を出せるってことくらい。そういえばお父さんが SE やってるって聞いたかな。そうそう、 IT 企業の社長をやってるんだよね。最近はうまくいってないけど、昔は随分成功してたみたい。あとはおばあさんが有名百貨店の会長をやってて、その影響で小さな頃からピアノを習っているとか、スパルタに近い練習で天才と呼ばれる腕を持つに至ったとか。私の持ってる情報はこれくらいかな。相変わらずよく知ってるな。いいとこのお嬢さんなんだね。で、ひなちゃんはどうしたいの？どうしたいって、だから私は別に。あ、そうだ、言い忘れていたけど、タヤちゃん最近すごく苦労していることがあるみたいだよ。発表会のこと？あ、知ってたんだ。そう、今度タヤちゃん結構大きめの演奏会に出るっぽいんだよ。でもちょっとスランプ気味で、うまくできるかナイーブになってるみたい。わかった、アコ、情報ありがとう。どういたしまして。代わりと言ってはなんだけど、そこの二人の私生活を密着レポさせて。ダメ、消すよ。白井ちゃん。まあこのお返しは改めてするってことで。ねえねえ、その子のこと様子を見に行かない？スランプって言ってたけど、誰かと話すだけでも気が紛れるんじゃないかな。ライムはどっちでも。私はやめておいた方がいいと思うけど。え、どうして？だってうまくいかないときはそうやって気を使われる方が鬱陶しいかもしれないし。でも放っておくのもかわいそうだよ。どんどん思い詰めて気持ちが悪い方に行っちゃうかも。それはそれでライムたちにとってはプラスになりそうだけど。ライム、またそんなこと言って。とにかく会いに行くとしても慎重に、よく考えて話しかけた方がいいと思う。私たちの言葉がどんな風に受け止められるか注意しないと。うん、ライムはそれでいいよ。まあひなちゃんがそう言うなら。何かアドバイスできそうなことは。やっぱりフミオ自身が言っていたように、緊張感や切迫感を与えてみるとか。デスマーチ、あれはやめておこう。はあ、どうしようかな。いきなり押しかけて迷惑と思われるかな。でも別にいいよね。細かいことを気にしてられる状況じゃないし、白井さんの都合とか後回しで。あ、白井さん、こんにちは。だから全部口に出てるって。で、どうしたの？ピアノをうまく弾けるようになったの？え？どうしてわかったの？え？本当にそうだったの？うん、思い
違うピアノを使ったら、すっごく滑らかに指が動いて。普段と違うピアノ？そう、つまり原因は私じゃなくてピアノだったのよ。音楽室のピアノを変えてもらえるよう先生にお願いしないと。本当にお騒がせだよね。だけど自分の使う道具を確かめなかったのは私の落ち度。これからは要注意だね。私は悪くない。何も悪くなかったんだから。ふみお、大丈夫？なんかテンションがおかしいけど。ん？私はいつも通りだよ。おばあ様が期待する通りの理想的な私。そう、全部ピアノが悪かったの。おばあ様がピアノ、あれ、私、おぼ、ピア、変わったの。ふみお、何を言って。なんで？うまく弾けるようになって、それで解決したんじゃないの？考えるのは後だよ！ひなちゃん！わかった。サラサの時は恐怖の感情だったよね。まさか。ひなちゃん、何か思い当たることあるの？間違いない。これはデスマの影響。ひなちゃん、多分それ違うと思う。とにかく探しに行こう。フラグメントに触れればわかると思うよ。そうだね。うん。魔物が集まっている場所を探そう。うん。じゃあ行こっか。ひなちゃん、少し変かも。
つけた。あのフラグメントに魔物が集まってる。あれがフミオのフラグメントなの？さっきの暴走と似た波長だから間違いないと思う。混乱と驚きと、あと強い焦りが感じられる。混乱、驚き、デスマーチ。ひなちゃん、なんかもうその単語使いたいだけになってない？ユズ、ライム、行くよ。うん。このくらいすぐ終わるね。何をしようかな。えい！頑張っていこう。痛いよ。次はどうしよう。みんなの力を。はあ、やったね。お疲れ。うお。これで最後かな。うん、ひなちゃんお疲れ様。ひなちゃん、ふみおちゃんの気持ちに触れてみようよ。です。それはもういいから。わかった。覚悟はできてる。違う、全然うまくいってないじゃない。何が足りないの？私の何がダメなの？プレッシャーと完璧主義の板挟みになってる。天才と呼ばれているがゆえの苦悩か。私もスランプで苦しい時があったな。目標にしていたコンクールの前とか、すごくいっぱい練習したっけ。自信はあったけど、それでもどうしても不安で。そんな時に周りのみんなは、頑張って、期待してるねって言ってきて。悪気はないって分かってるけど、その励ましがすごく重くて。ふみおの気持ち、わかったよ。おお、さすがひなちゃん。お疲れ様。よーし、戻ってふーちゃんと話そう。うん。白井さん？みんな、どうしたの？人の顔を集団でガン見して、超感じ悪いんだけど。でも、ここは心を広く持っていかないとだよね。だから口に出てるって。って、そんなツッコミはさておき。ふみお、現実を突きつけるようで悪いんだけど、多分、すぐにわかることだから、聞くよ。
文雄が言う理想の音色が出るピアノってどこにあったの？ん？保健室？って、あれ？美術室？職員室？あれれ？本当は文雄だって分かってるんじゃない？そんなピアノなかったって。そんなはずない！私はちゃんと覚えてる。音色も指の感触も。でももういい！そんなに言うなら探してくるから。口挟まなかったけど、これでよかったの？うん、多分あの子の見たピアノってフラグメントの産物だよね。プレッシャーと完璧主義のぶつかり合いで生まれた理想の建造。そこまでの力を持つフラグメントってのも珍しいけど、少し異常なくらい理想の音のイメージにとらわれてたってことかな。うん。だからまずは現実を直視してもらわないと。今のままじゃ話が始まらない。ちょっと荒療治じゃない？大丈夫、きっとうまくいくから。どうだったって様子を見ればわかるけど。なかった。本当に夢だったの？もうダメ。私、発表会には。違うよ。白井さん？私もずっとバレエをしていたから、文雄の気持ちはわかる。ううん。もちろん、ピアノの音色の違いなんてわからないし。そもそも私は、文雄の演奏をいいと思ってたけど、今の文雄は表現者としての心構えを見失っている。表現者としての心構え？確かに自分の理想を追求していって、それをお客さんに披露するやり方もあるよ。でも今の文雄は理想に振り回されてるだけ。伝えることができてないよ。大事なのはあくまでお客さんがどう感じるかなんだから、演技する側が満足してるかなんてどうでもいい。あなたの演奏が何を表現していて、お客さんがその演奏から何を受け取るか、それが重要なの。わかる？表現者は自分を殺さなきゃいけない。自分を殺す？あなたが感じるんじゃなく、聞いてる人に感じさせていかないと。でもそんな冷たい演奏じゃ聞いている人の心は動かせなくて。私は文雄の奏でる音すごく綺麗だと思ったよ。あの演奏をした時、文雄は何を考えていたの？あの時は弾くのに夢中で。そう、何も考えてなかった。でも私の心は動かせたよ。あ、そっか。白井さん。うん。何かちょっとだけ糸口が見えた気がする。文雄は実力があるんだから、あとは心の持ちようだよ。じゃあ、ひなちゃん、これ。ふみお、これつけておいて。指輪？お守りみたいなものだよ。正直デザイン的には趣味じゃないけど、ここで断ると角が立ちそうだから受け取っておくか。あえては言わないけど、ちょっとグーでパンチしてもいいかな、この子。うん、ぴったり。できる限り大事にするね。まあ、そう言ってもらえるとありがたいかな。
じゃあ必要なことは大体分かったし、おいとまするね。早く音楽室で練習しなきゃ。じゃあねー。ひなちゃん、あの子の気持ち本当に理解できたの？裏表はないと思う、多分。今日は疲れたな。もう寝よう。白井さんは…いた！ふみお、どうしたの？昨日のお礼を改めて言おうと思って。あの時はありがとう。白井さんのおかげで一歩前に進めたわ。へえ、わざわざお礼を言いに来てくれたんだ。律儀なところあるんだね。おばあさまに言われたから。いいお友達を持ったわねって。あと今回は無理して倒れちゃったから反省するようにとも。え、倒れたの？一昨日の放課後、デスマーチの感覚が欲しいと思って徹夜でピアノを弾いてたの。本当に実践したんだ。そうしたら倒れて保健室に運ばれたの。じゃあその時にピアノを弾いた夢を見たんだ。うん、余裕がなかったから深く考えることなく保健室のピアノで弾けたって舞い上がっちゃった。少し考えればありえない話なのにね。でももう大丈夫だよね。もちろん。あ、で、ここからが本題なんだけど。本題？実は白井さんに協力してもらいたいことがあるの。私、ピアノのことなんてわからないよ。うん、知ってる。別にそういうのは期待してないから。じゃあ何をすればいいの？白井さん、昨日言ったよね。聞いた人がどう感じるかが大事って。そうだね。だから私の演奏を聞いてどう感じたかその都度教えてほしいの。え？え？白井さんにアドバイスもらえるなら私自信を持って演奏を修正していけるから。あの、でも。決まりね。早速今から演奏するから聞きに来て。いや、ちょっと私の都合は。善は急げって言うじゃない。発表会までの時間は限られてるんだから。さあ、イッツショータイム。